マーロン・ジャクソンはアメリカ合衆国の歌手。ジャクソン一家の四男で弟の一人はマイケル・ジャクソン。双子の弟でいつおのブランドン・ジャクソンがいたが生後数時間で死去した。マイケルによると父親ジョセフから一番ひどい暴力を振るわれたのがマーロンだという。父親からはなぜお前はマイケルのように歌えない。踊れない。 などとマイケルと比較するような発言もされたという。何度も、ジャクソン5を辞めさせられそうになり、一度離脱もしたが、その度に、母親のキャサリンがフォローしていたのではないかと言われる。しかし、編成期前なのに、コーラスに回ったりと、扱いは相変わらずであった。彼は、様々な人から年の近いマイケルと比較されていたが、ダンスを辞めずにクタクタになるまで練習に励んでいたと、いう。 歌手としての資質に着目すると、ジャーメインに性質が似ていると言われ、また、マイケルのような発声をしばしば試みている。ジャクソンズのアルバム、ビクトリーのボディでは、リードボーカルを担当しており、あまり聴くことができなかった彼の歌声が聴ける貴重な歌とも言えるだろう。マイケルと、ほぼ同時期に、ジャクソンズを脱退。 1987年にソロアルバム Baby Tonight をリリースした。また、同年映画 High School Bombers にも高校生役で出演した。その後は不動産業に転じ、現在はケーブルネットワーク Black Family Channel の共同所有者である。私生活では1975年8月16日にキャロル・アン・パーカーと結婚。 ほとんど駆け落ち同然の結婚であった。兄弟の中では、長子のリビーと同様、離婚の経験がない。バレンシア、ブリトニー、マーロン・ジュニアという3人の子供がおり、2013年8月現在では、すでに4人の孫が生まれている。なお、息子のマーロン・ジュニアとは、ソロ曲、ベビー・トナイトの PV で共演しており、マーロン・ジュニアは現在、C ・ビーツの名義で、 歌手活動をしている。兄弟の中では年の差1歳ほどと最もマイケルに年齢が近く、幼少時代は仕事の合間によく遊んだりいたずらをして楽しんだりし、二人で寝る時どちらかが寝つくまでずっと話していたという。2009年のマイケルの追悼式では涙を流しながら僕の代わりに弟のブランドンを抱きしめてやってくれと語りかけた。ありがとうございます。